エバーノートはノートを取るように情報を蓄積するサービスである。パソコンやスマートフォン向けの個人用ドキュメント管理システムとも言える。開発、提供の会社はエバーノートコーポレーションである。競合サービスにマイクロソフトワンノート、グーグルキープ、シンプルノートなどがある。ウェブサイトを通じて登録し、アカウントを設定すれば誰でも無料で利用できるようになり、 同社が提供するサーバー上にテキスト、画像、PDF などのデジタルデータを保存することができる。各人が設定したノートブックと称するサブジェクトごとにデータを保存。記録したものはすべて自動的にインデックスが作られ、検索可能となる。任意のタグをつけたり、別のノートブックに整理することもできる。利用者は用意された個人用ウェブページもしくは書く。 プラットフォーム向きに用意された専用クライアントアプリケーション、あるいは携帯情報端末などのデバイス経由で保存したドキュメントにアクセスし、保存したデータの閲覧、編集が可能である。共有の設定を行うことで他社と保存した情報の共同利用も可能となる。EverNote は多くの Web サービスと同様に無料サービスと有料サービスを組み合わせたフリーミアムビジネスモデルを 採用している。無料プランのベーシックは月ごとのアップロード容量制限が60メガバイトとされ、利用可能な台数は2台まで同期されるファイル形式に制限があるほか、画面隅に有料版へのアップグレードを促す広告が表示される。2015年4月29日からの有料プランは一般ユーザー向けとしてベーシックにアップロード容量の増加と、 モバイル端末利用時のオフライン編集機能を追加したプラスとビジネスユーザー向けとして従来のプレミアム会員と同じく全機能が利用とアップロード容量が無制限となるプレミアムの2種類に分けられた企業ユーザー向けプランとしてプレミアムアカウントに共同作業に関する機能と管理ツールを加えたエ e r n ノートビジネスが用意されている 各プランの機能や料金は随時変更されるため、詳細は公式サイトを参照。現在、公式に提供されているクライアントソフトウェアは、Microsoft Windows と m a クスがあり、下記の端末にも対応している。Blackberry 搭載の端末向けは2015年に提供が終了した。フィーチャーフォンからの利用は、i a p p l 以外にも専用のメールアドレスに、 電子メールを送信することにより、指定したノートへ保存するアプリケーションに依存しない、機能が用意されている。2010年9月時点の登録ユーザーが約450万人、2010年11月には500万人、2011年8月2250万人と、急成長している。2011年8月時点で利用者の36%がアメリカから27%が日本。 4%でイギリス及び韓国と続く。2010年3月3日に日本語版のサービスを開始し、2010年6月23日に初の海外法人として日本法人を発足して日本語認識機能を強化する。バイオとエクスピリアがプリインストールし、i モード端末も iApple として利用できる。NTT ドコモの Android ユーザーは、 2010年11月から1年間無償でプレミアム版を利用できる。東日本大震災を鑑みて2011年3月11日から1ヶ月間、日本国内のすべてのユーザーが一時的にプレミアム版に無償アップグレードされた。2012年にグッドデザイン賞を受賞した。元 CEO のフィル・リービン。親日家としても知られるエヴーノート社はビジネスモデルとして 顧客のデータを預かる以上、長期の信用が求められると考え、老舗企業が多い日本に学び、自社を今後100年続く企業にしたいとした。2013年末までに IPO をする予定であったが、企業規模が拡大した2012年初下の段階だから、リスクを取り、法人利用にもこらえうるサービス開発に注力し、公開企業として恥じない、企業体質を整えるため、実施は、 以降の適切な時期に行うとした。その後、エヴァーノートブランドのグッズ販売事業や本業以外のアプリケーションを相次いで発表するなど、迷走し、2015年7月にフィルリー便からクリス・オニールへ CEO が交代し、10月に2割近い従業員をレオフし、12月にスキッチやクリアリーの開発停止を発表した。2016年2月に、 グッズ販売事業から撤退し、6月に有料プランの価格を1.5倍に引き上げ、無料ユーザーがクライアントを利用して、同期可能な端末を2台に制限した。2020年10月にエバーノートウェブの機能向上を理由に、ウェブブラウザからの利用も端末数制限の対象とした。2018年10月に、クリス・オニールから、イアンス・モールへ CEO を交代した。 2013年3月にエバーノート社は大規模なサーバーへの不正アクセスを受けたとして全ユーザーのパスワードを強制的にリセットした。ユーザーの保存データや決済情報などの漏れは確認できなかったが登録メールアドレス暗号化されたパスワードが漏出した可能性がある。ありがとうございます。